ンスの世界の異文化交流フリースタイル、各ジャンルのエキスパートたちが激突している。両国ファイナリストはまず昨年のチャンプグッチョン、下半身を怪我した時は上半身を鍛えた不屈の男、ちなみに新婚さんです。ラスト10秒。にじみ出る表情の陰影、優しげでもあり不敵でもある。増吉は顔で踊るガンさんの一人かも。予選のトップであり、すでに両国の舞台での決勝進出を手中にしている。今から本戦までの時間を、ロックやったらロック、ドラムやったらハウスやったら全ての基礎をちょっと底上げして、動物園とか博物館行ってダンスにつなげて毎日ゲームでもしようかなっていう感じです。最も自由、最もハイレベル、過去に優勝を果たすなどダンサーライブフリースタイルに君臨し続ける女帝ヨシエ。ファイナリストの常連が V 奪還を視野に入れた。フリースタイル両国行きはこちら。そして残された空席を目指すジョイランカー。各ジャンルのスペシャリストも名を連ねる。最後の予選で優勝すれば一発逆転もある。しびれます。決まればすごいぞ必殺技、有力選手をピックアップ。まずは龍馬、かなり戦闘的なブレーカー、死ぬまで戦う、そんな決心をしたバトルチームの一員でもある。B ボーイが最強だと証明する。1年間バトルに参戦せず、フリースタイルでどう勝つかをテーマに練習に励んだブレイクダンサーワッパー。床に入れるのはそうブレーカーの特権だ。ジャンサー TV MC のフィッシュボーイ、前回のファイナリストではあるがやや苦戦中か。ブレイクサイド、どのバトルも白熱する。ストイックなまでの肉体の鍛錬、そして技に磨きをかける。まだまだ常連が強いとされるブレイクサイドだが、昨年の覇者テポがまた新たな流れを作った。バトルマシーンの異名を取るが、野蛮というのではなくスタイリッシュで洗練されたムーブ、爽やかですらあった。昨年の両国ファイナル、その決勝の舞台でテポの前に涙を飲んだのがノリ。予選の成績はダントツ、出るか再びの優勝宣言。今年こそは絶対に取ります。待ってろテポ。前回に引き続いてのファイナリスト、ドラゴン。昨年は肉体トレーニングを積み満を持して挑んだが、本番で頭が真っ白に。両国には魔物が住むのか。そしてちょっと珍しい女性ブレーカー、なるみも国技館チケットを入手している。ちなみに妹のあーちゃんもブレーカー、姉妹揃って晴れの舞台を踏むのも夢じゃない。8つのポストのうち埋まっているのは半分の4つ。上位陣はダンサーライフパーにはおなじみのメンバー、そこにフレッシュな B ボーイ、 B ガールがどう食い込んでいくか。アスリート的な身体能力の高さでは、ブレイクサイドの有力候補を紹介。まずは昨年自他ともに認める優勝候補だったトシキスキー。まだポイントを稼ぎきれていないのは余裕の表れか。なんともアクロバティック、沖縄出身ツーグー。同じチームのドラゴンに遅れを取っているだけに、早めにファイナル行きを決めたいところだ。さあフリースタイルとブレイクですけれども、もちろん今まで活躍しているグッチョン吉江ということで、二大巨頭はもうやっぱり外せないわけなんだけども、それをねこう今回ね何かが起こるんじゃないかって予感させるね、者たちがちょっと出現してきてるのが、ブレーカーがね台頭してきてる。ブレーカーのね大阪の龍馬っていうダンサーと、こちらのね東京のワッパーっていう
この二人はね、ブレイクを武器にフリースタイルを展開してて、おー、なるほど。音取りもすごいしね、いやもうね、ちょっと完全に台風の目になってるっていうフリースタイル。ブレイクの方はどうですかね。去年優勝したのはね、テコというダンサーで、はい、でその彼が大阪ということで、大阪でダンサーライブのブレイクサイドが一気に広がった、はい、でどういった人たちが出てくるかなってところで、女性陣がね、活躍してます。まあ、なるみ、あーちゃんっていうわけで、この二人がね、はい、活躍してまして、でし、ね、優勝してるんだよね、どちらもね、はい、そうですね、そう、だからこの二人が台風の目となって今回出てきてくれるんじゃないかなと。キッズサイド、しなやかな体を武器に大人顔負けというか、大人には真似できないようなダンスを展開するキッズたち。昨年の優勝者はマイカ、ありえないくらいのパフォーマンスで会場をあっと言わせた。さらにマイカはフランスの大会に大人に混ざって参加、ヒップホップ部門で準優勝。本当に世界レベルです。ますます充実、層が厚くなるキッズ。それを受け予選エリアも4つに拡大。イーストとウェストから各4人、ノースとサウスから各2人、今年から枠を拡大し計12人のキッズが両国へエントリーする。まずずっとスーツに身を包んだ地獄くん、両国国技館には本気衣装が似合いそうだ。女性上位のキッズシーンに風穴を開けるか。キッズダンサーは中学生以下。こちらももかはボーイッシュでありセクシーでもあるヒップホップスタイル。昨年は国技館には行ったがメインステージには立てず、今年こそ。北の大地ノースエリアで地獄くんと張り合っているのが D ブラスト優勢。直接対決では2連敗。因縁のリベンジの舞台は1万人が見守る両家。そしてもしかすると今一番調子がいいのが夢木かもしれない。たまたま見学に来ていた海外アーティストに、今度俺たちのミュージックビデオに出ないかと誘われていたほどの実力者。仲間、応援団、先輩、後輩の絆。ライスとは 3on3 の大学対抗チーム戦だ。4年間という限られた青春の時間をダンスに捧げた、そんな情熱が爆発する。昨年の覇者は埼玉大学。ちなみにキッズとライスは前年優勝のシード権出場枠は用意されていない。東西各4チーム、計8チームが両国へと向かう。イーストウェスト通じて最多のポイントを稼いでいるのが帝京大学。3人ともポップのポッパーチーム。事前にチームで振り付けしたルーティンを大事にするのが関東エリアの大学に顕著だが、もちろんソロも見せます。三者三様のキャラクター、男性2名女性1名の混合チームなのが日本大学。優勝候補の埼玉大学や青山学院が調子を出せない中、快進撃を続けている。大豆にはロックダンスの旋風が起こっているのか。予選での優勝ポイント荒稼ぎの中央大学もマークしておいた方が良さそうだ。ねえ、接戦ですね、どっちも。これ、キッズはね、相変わらずうまい。注目の選手はいますか。注目の選手、私はね、地獄くん。地獄くん好きなんですよね。地獄くん、なんか一人オーラが全然違うっていうか、なんかね、不思議なものを持ってる彼は。あと地獄と並んで北海道の頑張ってる雄星とかね、やっぱね、今ヒップホップの男の子ね、ポップの男の子ね、結構頑張ってきてるよね。昔と違ってそこは良くなってきたなっていう。ファイナリストに何とかしてやっぱ男の子残ってほしい。はい、生き残りをかけ白熱するサバイバル予選、ジェアソンライブ。2010年4月25日、両国に立つのは誰だ。ついに全貌が明らかになるのか。封印が解かれるカリスマラッキーダンス。